どうも、はい、ちです、えー。今回はですね何か勉強法の話をしたりとか、えー、皆さんに聞いていただいてちょっとこうモチベーションが上がってきたぜみたいな話ではなくて多少自分語りにはなってしまうんですがあの夏の、ねえー、目標ができましたでそれをぜひ皆さんに共有させてもらってでみんなと一緒に達成したいとかみんなの協力がないと達成できない目標なので、えー、それを伝えることで ちょっとこう1個、まあ、腹をくくるというかねやるぞっていうのがみんなに伝わればいいなと思って動画を撮ららせてもらってもっますでその今回タイトルが多分日本一になりたいとか日本一を作りたいみたいな感じになってると思うんですけど何かっていうと日本一の自習室を作りたいなって思ってて思ますでこれは前々からちょっとねそういう感じのことは思ってたんですがあの今日ね午前中に「一緒に勉強しようライブの、ね」の生放送をやらせてもらってねあの来てくれた方ありがとうございました。 でまあ、それも前々からちょこちょこやっていてで今日の午前中は1,000人ぐらいの人が集まってね一緒にまあ1時間ぐらい勉強したわけですけどで今までのマックスが3,000人なんですよ大体本当にそれ1回だけでしたけど、まあ、多分アベレージが今2,000ちょっとなんですね。でやっぱりそれだけの人数が集まって一緒に勉強してるって自分の中ではすごい素敵なことだっていうふうに思ってるんですよごめんなさい自己満足だったらごめんなさいなんだけどでも思っていて。で まあ、もしかしたらね、まあ、いろんなサービスがあるし、まあ、他の YouTuber さんもされてるからもっと人数集まる人いますよって言われたらそこまでなんだけどでも、まあ、自分の中でもある程度、ね、集まってくれてそういうコミュニティができてると思っているのでそれで、まあ、自分の中で自習室なんですよあれってオンラインのすごいお大きな大きな,なんかこう会場を設けて人が集まってる自習室のイメージだからそれの日本一になりたいなって思って。 でも日本一って言ってどこが日本一なのか分かんないじゃないですか。なので、数字の目標を決めて、この夏やります。で、えっと、目標は先にさっと発表しておくと、そのオンライン、オンラインというか、生放送で5000人です。5000人が集まったら目標達成。 だからそれは勉強ショーライブ大体1時間ぐらいやっているのでその、ね、人数の幅はできるからマックスで5,000人超えるどっかのタイミングでねそれを言ったら自分の中では、まあ、日本一って言ったらねもうグサグサって刺されるかもしれないけどでもあのー、達成したなって 結構5,000なんてね今まで全然行ったことない数字だから、まあ、結構ね努力しなきゃいけないところではあるとは思うんですけど、えー、それをそうやって人が集まっていろんな方が集まって勉強するっていうち,ちゃんとしたあの生放送だからちゃんとした時間だと思ってるから、えー、それを今年の目標にします。で、えっと、一応今日生放送の時にみんなに夏休みの期間聞いて、まあ、バラバラでしたけどでも大体が来週末か、まあ、再来週末までの方が多かったのね。なので一応8月23の日曜日まで。 えー、5000人達成を目標にします。で、あともう一個がそう生放送の回数なんですけどで、ね、本当は5,000人達成目指すんだったらもう毎日この時間にやりますみたいなのやった方がいいんですよ分かってるんですよ分かってるんですけどあの夏ですね結構もうスケジュールが埋まっちゃっててで家にいないことがあるんですよ結構。でまあ厳しいのでまあ何となねちょっと時間を。 こうなんだうまくやって生放送やろうと思うんですが一応23日までにあと10回最低ね最低あと10回はやっと勉強小ライブをやりますでそれは毎回今こ,うこのスケジュールですと発表はできないのでえっと決まり次第コミュニティ機能か Twitter の方で流しますのでそこで確認していただきたいんですけど一番直近のやつがですねえっとあさって土曜日あさって土曜日の今度は夜です夜10時から 22時から1時間、まあ、45分間勉強してその後雑談っていう流れになりますけどやりますのでもしよかったら土曜日の22時に集まっていただけたらと思います。 で今後の、えっと、勉強ライブはおそらく午前中の10時からもしくは午後その夜の10時から、まあ、10時っていうのは1個のその数字の目安になると思うんですけどそれのどちらかでやる感じになりますので、えー、あと10回は最低必ずやると約束しますのでぜひ、えー、とお付き合いいただけたらというか参加していただけたら嬉しいです。 で最後にちょっとわががままがありま,してまありして自分こういうのあんまやったことがないしりあの自分がやってもあんま盛り上がらないの分かってるんですけどやっぱこうなんかタグとか作ってちょっと盛り上がりたいなと思っていてあの自分は Twitter しかやってないんでインスタは確認できないんですがあのタグでね「日本一の自習室」っていうタグをつけて例えばツイートしてくれたりとかまあインスタもそうですね投稿してくださると嬉しいです自分もこの期間だけは Twitter の名前に「日本一の自習室」っていうのをつけて。 <laughs> 勝手に1人で盛り上がったらちょっと悲しいですけど例えば何か参加していただいた時にその感想を日本一の自習室でタグをつけていただけるとそれ確認させてもらってもしかしたら見にね自分もねチェックしてえとエゴサ普段しないですけどエゴサしてね見に行かせてもらったりすると思いますでインスタの方もあのなんだろう,こうアカウント運用はしていかないんですけど一応ねアカウント作って あのエゴさして見に行くぐらいはしようかなと思っておりますのでだから別にハイチが見たっていうのは残せないんですけどあの見に行こうと思いますのでよかったらねそのインスタとかツイッターで日本一の自習室っていうのをつけてやってくださると嬉しいです。はいということでねちょっと長く長くなったかなちょっと編集で分かんないどうなったか分からないんですけどあひとまず23日まであと2週間ちょっとですねでえと5000人5000人が集まる自習室を作るっていうのを目標にこの2週間やっていきますので。 ぜひ、えー、お力を貸してくださいっていうのもおかしいんですけど、あの参加してください。そして、あの広めてください。実習するだけだから。あと、一緒に、例えば友達とかに、この時間さ、ちょっと YouTuber さんを見て一緒に勉強しようよ、みたいな。誘ってくださいよろしくお願いしますあの、達成できなかったら恥ずかしいですけど、でもね、行ったからには頑張りますんで、ぜひ、よろしくお願いします